おりゃ、足動かせ足。ナイスレシーブ。おいちょ。うちのじいさん。え？あ、じ、鵜飼監督？うん？無名だったカラスノを全国へ導いた名将。カラスノの鵜飼って名前がもう有名だった。 お願いします。何をだ。俺は自分で戦えるようになりたくて来ました。その身長で空中戦を制したいと。この身長だからです。まずはテクニック以前、意識の問題だ。その変人速攻ってやつも、速攻である限り指導権はお前が握っている。ま、やってみるのが早いな。しびすけ、ちょっとブロックしてみろ。よし、行くぞ。はーい。小学生用の高さかな。ちょっと背が高くなった気分。セカンドテンポ。じゃあ次、サードテンポ。サードテンポ。すっげえジャンプ。ネットから顔出た。じゃあ次、ファーストテンポ。始めるタイミング、それの最も早いのがファーストテンポ。敵ブロックの回避に最も有効な技術で、おそらくお前が無意識にやっていた攻撃だ。いいか、攻撃の速さは全てこのテンポで区分される。トスのボールのスピードが速いとか遅いとかじゃなく、スパイカーの助走開始のタイミングの違い。セッターのトスより先に助走を開始、セッターはスパイカーに合わせてトスを上げる。つまり変人速攻もスパイカー主導の攻撃だ。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはねえんだよ。スパイカーの助走開始のタイミングが全て。1センチを1ミリを1秒早くてっぺん。ちびすけ、お前自身がてっぺんで戦うためには、その根っこになる基礎から鍛えなきゃいけねえ。トス上げんのはお前んとこの天才セッターじゃねえから、そう簡単にはいかねえぞ。